どうも、アルカイック杉山です。本日も杉山の日本酒オンデマンドをご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はですね、特集白鳳文化です。クエスチョンは、あなたならどのような表情の仏像を作るか。そんなことをぜひ考えていきながら AKB 法による白鳳文化やっていきたいなと思います。さあ、白鳳文化の特徴ですね。まず一言で言うならば、新羅を介して唐初期の影響を受けた仏教文化です。さあ、ちょっともうちょっと細かく見ていくと、丸1番、7世紀後半から8世紀初頭の文化だよと。2つ目、仏教が交流し地方にも漢字文化の需要が進んでいると。そして3つ目、天武天皇や豪族による、盛んなですね、人工流が行われていたよと。さあ、それではですね、本日のジグソー KP、JKP です。さあ、ABC で4つのチームに分かれます。まず A チームお願いします。仏教でエキスパっちゃってください。さあ、仏教チームはですね、この辺お願いします。天武持統帳ね、2番目、そして3番目、あえてもう最近ね、読まないようにしようかなと思ってます。まずそこから調べてみましょう。2つ目 B の彫刻です。こちらも彫刻でエキスパっちゃってください。さあ、こちらのチーム、これですよ。夢観音像とか興福寺、仏塔、これいいですかね、近藤薬師三尊像なんていうのがあります。さあ、 C チームは絵画でエキスパっちゃってください。さあ、絵画はですね、ちょっと量は少ないんですが、法隆寺と高松塚古墳のそれぞれの壁画ですね、こちらお願いします。さあ、ラスト D のチームは、ちょっと今回のこれが意外と大変かもしれません。漢詩文とか和歌でエキスパっちゃってください。この辺の2人のあたりぐらいから見ていっていただけるといいかなと思っています。さあ、本日も白鳳文化各 A から D のチームがエキスパリ、そしてそれぞれがこうぐる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 化学反応を起こして全員がエキスパートになりましょう。さあ、それでは本日も杉山の日本酒オンデマンドをご視聴いただき誠にありがとうございました。